いやー、トモさん、はい、今日もあいにくの曇り空、ね、っていう感じでねなんかいよいよちょっと暖かくなってくるかななんて思ったけれども、うん、まあ、気温そんなに低くないけど、ちょっと風冷たいですよね。そうですね、うん、晴れ男じゃない、雨降ってないじゃないですか今日そういう、ずっと雨だったんですよ。まあいいや、サクトモチャンネルですもう切っちゃう切っちゃうみたいなねということですね、今日私がいるのはですね、実は私ちょっと午前中仕事がありましてね、ちょっと都合のいいところで待ち合わせみたいな感じで、トモさんと集まったところはウォータールー駅にやってまいりました、はい、ちょうど駅がそっち側ですね、はい、レンガ造りのところが駅、あのウォータールー駅の、ロンドン中心地に向かう改札じゃなくて、ちょっと裏手の、南側の方の改札、そちらの方にね降りてきたという形です。今日はここからですね、ちょっと南側のこのウォータールーから東の方にテムズ川沿いをちょっとね、テムズ川の方に向かって、進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますではですね、ウォータールーの裏手やってまいりました。今日は武器持ってますということで、何気にね、ここで何が好きかって言ったら、まあ、ご覧になっている方の中にはクイーンのファンもいるかもしれないんで、一応ちょっと前置きに振っときますけれども、なんとあそこのビルの名前マーキュリーハウスって言うんですよ本当だ、ね、うん、あのマーキュリーのレディーマーキュリーのマーキュリーの名前、はい、同じですね。まあ一応つながりはないと思うんですけどそんなマーキュリーハウスの前からちょっとですね、ここね、ザカットっていう通りなんですけれども、はい、ここをですね東の方に進んでいきたいと思うんですが、まあ、ちょうどこの目の前にあるのがザ・オールド・ビッグ、あのね、できたのはもう200年以上前ですよ。18年か、うん、にできて、前の名前はね、ロイヤル・ビクトリア・シアターっていう名前だったんですけども、うん、まあ、当時1833年に名前がそういう名前になって、でその時は、まあ、ビクトリア女王も若かったんですよね。若くって、で、まあ、その後、まあ、年を取ってオールド・ビッグっていう名前に変わって、オールド・ビクトリアを略してオールド・ビッグシアターになってますね。で、ここに来たことある方意外にいるかもしれないですけど、うん、今やってるのがジャスト・フォー・ワン・デイ、これ3月の20日までやってるんですけど、どんな話かっていうと、1985年行われたウェンブリーで行われたライブエイド、はい、ライブエイドのストーリーなんですよ。それの、ね、ミュージカルなんですけれども、うん、ライブエイドがこうやって行われていったよっていうような、そんなのを、おそらくね、あれを発起人になっているボブ・ゲルドフがメインのちょっとストーリーになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、3月20日前なのでちょっと見に行きたいなって思ってるんですけどね、はい、そんな劇場がある脇をちょっとザカットという通り、この辺ね、あの18世紀ぐらいまではなんか湿地帯だったらしいよ。で水抜きをして町を作ったみたいなんですけど、うん、昔はここはマーケットだったみたいね、うん、ずっと後方の方まで続いて、まあこっち南側になるんで、テムズ川からまあまあなんていうの、労働者階級の人たちが住むような地域だったんですけれども、まあ、マーケットはなくなっちゃったんだけどさ、うん、意外とここ可愛らしい通り、左側なんかこれアパートだよね、ね、可愛いよねこういう、はい、ちょっとあんまり見ない作りの通りなんですよね。カウンセルハウスみたいなあれだったのかな。そうなのかな、なんか作りかそんな感じじゃないですか、うん、そんな感じだね、うん、あのカウンシルハウスってね、住宅、公営住宅みたいな、そうそう、まあ、収入がないとかね、母子家庭だったり、そういうちょっと生活が厳しい人たちに、与えるお家っていうね、のがカウンシルハウスですね。あ、僕たちの大好きなフランコマンか、僕たちにしないのかなんでいいじゃんここさ、俺ね、ここの通りにおすすめのお店があるんですよ、はい、ちょっともう少し先なんですけどね、この間もね、友達たちと、行って、やっぱ美味しかったんですけど、イタリアンなんです、あ、スパニッシュ。スパニッシュでしょ。スパニッシュ。あ、よく知ってるね。もちろん、もうこの話3回目ぐらいですもんね。でも実物ご覧いただくの初かもしれない。あ、そうですね。わ、ここも素敵だね、このパブ。
ウィンドミル、ザカット、ウィンドミル、ウィンドミルがパブの名前か。この辺ね飲食店が多いから、うん、結構夜ね人多いですよね、はい、この辺ね。でそのね左側の角にあるのがヤングビッグっていう、まあ、あっちがオールドだから、うん、こっちがヤングになってる。これねできたのが1924年だったかな。もともとは9歳から15歳の子供たちに古典劇を見せるための劇場として作られたらしいんですよ、はい、でまあ今はねあの全然そういう流れではなく、うん、現代劇をねやったりとかしてるんですけれども、あここに書いてあるねヤングビッグシアター。本当だ。でここのパブでねあの1回飲んだことあるんですけど、うん、なんで飲んだかってトイレ借りたかったからね入ったんですけど、まあまあまあそういうね、うん、でそうよそこよ、そこのメイソンドンフェリペっていうのかな、はい、そこがねいいのよ。いいね、スパニッシュ、ね、もうさ席取れなくってさ、なんとか取ったのは屋外でさ、寒い冬に屋外で食べてさ、あそうなんですか、そう大変だったけど中にライブやってくれるんですよね、はい、うん、随分高いところから、そう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 なんかちょっと首が痛くなるようなところの席でさこうライブをやってくれるんですけど、うん、タパス美味しいんだよね、美味しいですよね、ここ、うん、で何気にさそこが入れないななったら隣にね和食屋のお店もあるんで、コクラって名前に変わったんだよね、昔山小屋じゃなかったかな、うん、でも和食の提供してますねあそこね、まあ、この辺ちょっとこじゃれた飲食店が多いんで、うん、意外と食べ物に困らない場所ですよね。そうですね、駅から近いし、そうそうそう、なんかねこの脇道だったかな、なんかね面白い脇道あるんですよ、あっちだったかな、意外にね隠れ家的なねレストランみたいのがあるところがあるんですよね。あここここちょっとこっち入っていってみていい、うん、ここねあのハットフィールドっていうとこなんですね、うん、ハットフィールドっていう通りなんですけど、昔この通りの奥にあの7人の帽子職人がいたらしいんですよ、うん、その帽子職人の名前からこうハットフィールドっていう名前がついたらしいですね。何にもなんかここ何にもなさそう、こんなとこ何しに入ってくのって思われるかもしれないですけど今思ってます僕、思ってるでもさネタなくして入らないわけよ、期待してますよ、うん、やってんのかな分かんないけど上はね鉄道走ってて、はい、あすごい自転車なんかある、へえ、自転車はそんなに多くないよね、うん、自転車乗ってる人いっぱいいるのに、まあ今ネットで解決しちゃうんだろうな。なんかここのねカフェはね意外と平日は結構肉体労働の方たちがね食べたりしてるみたいだから、うん、意外と量もあって、まあ、美味しいでしょうね、うんうん、でねここなのよ、ここがね線路脇、なんかこんな脇に入ってくると意外や意外緑のオアシスがあるのよ、ここちょっと行ってみない？お。みんなの思い出写真展、大きいチェスですね。ここはどこに行かれた時の一枚でしょう。ロンドンの街でもたまに見かけますが、印象的だったのはパディントン駅近くの公園でした。日本にも将棋の巨大バージョンとかどこかにありそうですよね。ハッシュタグサクトモガで X にご投稿ください。どう、なんかいい感じじゃない？本当だ、この小道ちゃんと手入れしてるんだよね。でね線路の下に
新橋みたいにお店があるんですよ、うんうん、で飲食店が入っててパブもあったかな、鳥の鳴き声もしたりなんかしてさ、ビーガン、ベジタリアン、グルテンフリー、あ、そっち系のレストランなんだ、うん、なんか素敵じゃないこういうさ、うん、店。まあでも、まあ、2コースで20ポンドか、うん、まあ今にしては2コースでね、20ポンドだったら悪くないですよね、うん、でもとうとうさ、また言っちゃうけど1ポンドさ190円まで来ちゃったよね1回ね、またちょっと今ちょっと下がったけど、うん、いやもう本当に200円計算の時代になっちゃいましたね、うん、へー、いいじゃないですか。あ、タイフードもあるか、いいな。本当ですね、うん、あ、ここがバーになってるパブだね、シックスネーションズ、ね、ラグビーやってる、うんうん、いやうちのリッチモンドのそばにほら、うん、トゥイックナムスタジアムがあるじゃないですか、はい、その関係もあってやっぱシックスネーションズやるときにすごい人が来るんですよでうちのもう駅の周辺のパブなんかもう何もう乱れまくり人がいっぱいででもなんか今回はね2試合ぐらいしかないのかな、トゥイックナムでやるのが。ちょっと道塞いじゃうんでしたっけ、バスのためにとか言ってなかったでしたっけ、バス、そう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 、うんうん、あの2車線あるんですけれども道路が、うん、1車線にしちゃうんですよね、うん、1つがねあのバス乗り場になってるんですよね、はいはい、でね面白いのが、面白いのがっていうのも変なんですけども、まあこの辺ってあの第二次世界大戦中はなんか空襲にあっちゃってる地域なんですよ、うん、だからかなりの建物が壊されちゃっている場所なんですね、うん、だからまあ再開発してった古いお家がね、はい、あの残ってたりするんですけれども、そんな中でねよく有名なあの話があるのがこの左側なんですけれども、うん、ここの壁、その爆撃による穴が未だに残ってんだよね、うん、こうやってね、うん、だからこの辺はすごい空襲の被害に遭ったっていう、うん、残りがね未だにこう残っているっていう場所になりますね、はい、まあそんな感じでですね、ウォータールーのところからザ・カットっていう通りなんですけども、うん、ザ・カット入っていっていただいてハットフィールドっていうところを抜けていただき線路脇に来ると、うん、なんと緑のオアシスがこんなところにもあるというね、はい、そんなご紹介になって、飲食店あるからああいうところでもね、そうですね、ちょっと食事なんか取れるかもしれないですね、うん、まあそんな感じで、今回はウォータールーからちょっと東の方までやってまいりました。よろしいですかまだねこの辺ちょっとで、ね、紹介したいものがあるので、それはまた次回ということで、チャンネル登録、グッド評価もいただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日はこの辺で、皆さんごきげんよう、さよなら。今日の見どころは何でしたか。で一句、見どころで一句、新緑を待ちわびる待ち、ハッピーどう？さようなら。